マウリッツフォン・ビクトリンはオーストリア及びドイツの軍人。最終階級は陸軍副評大将。ビクトリンはオーストリア・ハンガリー帝国陸軍に入隊し第一次世界大戦に従軍した。終戦後は引き続き第一共和国陸軍に加わり参謀本部に詰めていた。しばらくはオーストリア陸軍で勤務していたが、 ドイツ当局との無許可な接触を図ったとして1935年に軍を解任されている。1938年のオーストリア併合を受け、ドイツ国防軍陸軍第5軍団へ中将として軍籍に復帰した。同年7月からは第20不評師団の指揮官に就任。1940年11月25日には第28軍団の軍団長を引き継いだ。 1942年4月より陸軍総司令部付きの待機司令官に編入。1944年11月に公認のカール・バイゼンベルガーへ引き継いでいる。1956年8月16日にニュルンベルクで死亡。ABC モリッツ・フォン・ウィクタリン AU AU ・ AUFAUSTRO-HUNGARIAN-ARMY.CO.UK ハット・トーマス・ R,、I N A R M、グリシャに、デア・オステマーク・トロイエ・アルペンシュに、大イ,インテグレーションデア・オステ・リッカー・インダイ、グロスセド・イッシュ・ベア・マハト、1938-45S91 ありがとうございます。